嘘つきが二人いる。はい、どうもニヤニーです。本日は仮面ライダーギーツ第35話の感想&考察をやっていきたいと思います。今回は大地がなかなかねかき回してくれましたよね。相変わらず大地はね大嘘つき野郎でございました。そんなこんなで35話の気になったポイントにね今日も絞ってお話ししていきたいと思います。本日のポイントはこちら。1. 距離が縮まる狐と牛。 2. にらむウィン復活。 3. スズメの激臭はまだ終わらない。 4. ネオンの嘘。以上のポイントについて語っていきましょう。ニャニャチャンネル Ready?距離が縮まる狐と牛。この2人がまたね一緒にご飯を食べてるシーン良くなかったですか。まさかここに来てこの2人の気が合うところがねあるなんて感慨深いですよね。しかも次回結構ねがっつり共闘しそうじゃないですか。目的が同じになるだけでここまで協力し合えるなんて、この2人ねいつか親友となる日がもしかするとね来るのかもしれないですよね。そして今回エースが渡したおにぎりは牛めしでしたが、この時エースが食べてたおにぎりは一体これね何味やと思いますか。例えば道長と同じ牛めしなのであれば牛を食うということで、最終的にエースは道長を食うというね伏線かもしれませんよね。今現在はですね道長を馬鹿している最中という可能性もこのね描写からありそうなんじゃないかなというふうに思いました。この2人は最後までしっかりと交わることはもしかするとないのかもしれないですね。ニラムウィン復活。さあみんなが待ち望んでいたウィンが本編で復活しました。ニラムはねまあ一旦置いといて、ウィンの復活は素直に嬉しいですよね。スピンオフがねあることで本編にもというふうにね思ってたわけなんですけれども、実際にねちゃんと登場してくれると嬉しいもんですよね。この2人はスエルの権限で復活したらしいんですが、今後もねこのスエルの指示で動くのであれば、この2人はまあエースたちからすると敵サイドとして動いてきそうですよね。でもそうなった時にまあ次回予告の方ではですね、ウィンとエースが戦ってるようなシーンがあったけど、ウィンは最終的にエース側に寝返ってさらにファンを増やす活躍をねするのが僕にはちょっと見えてるんですよね。またねこの本編の方でクマさんが大暴れしてくれるシーンをね見れるんじゃないかなと思うだけでもちょっとワクワクしますよね。今後のねこの仮面ライダーギーツでこのパンクジャックさんがどんな活躍をしてくれるか非常に楽しみです。スズメの逆襲はまだ終わらない。今回のねこの動画のメインディッシュは一応ねこちらのポイントかなというふうに思います。結局ですね今シーズン一番目にね脱落したのが大地でした。前回に引き続きやりたいこともできずに脱落してしまった大地なんですが、まだこの大地はですね知能指数ナンバーワンであるという設定を発揮できていないように思うんですよね。人を騙す点においてはすごいなと思うんですけれども、これは知能指数ナンバーワンでなくてもできそうやし、今のところこのね大地のクイズ王であったりとか頭がいいという設定は特にいらんかったんちゃうかなとも思えるわけなんですよね。この設定には意味がなかったとも思えるので、今回脱落して二度とライダーになれなくなってしまったわけなんですが、この大地はまだ物語からはリタイアしたわけではなさそうなんですよね。っていうのがですね、もう退場リタイアしてお役御免となった人は、まあお決まりで仮面ライダーウェブにて花束をね持った写真がアップされるわけなんですよね。6話の後には安倍さんがね、こんな感じで写っておりました。そして12話の後には倉内さんがこんな感じで写っております。そして16話の後にはおしなりさんがこんな感じで写ってて、21話の後にはこの小貫さんが花束を持っているところが写されておりました。直近で言えば34話の後に山崎さんが花束を持ったところをね写されておりましたよね。で退場脱落で花束をもらっていない人を見ると、たけし、平、かなと、八木沼、ウィン、大地、ジーン、ニラムですが、この中で再登場をもうすでにしているのがたけし、ウィン、大地、ジーン、ニラムなので、退場脱落後に仮面ライダーウェブにて花束を持った写真がなかったことにも納得ができますよね。そして平、かなと、八木沼に関しても再登場の可能性は残してはいるけど、例えば1話から2話しか参加していないため、例えばですね撮影の日程が1日
とか数日の場合は花束をなしという感じがあるのかもしれません。でもですね、10話、11話、12話の3話に登場で花束をもらっている一徹、2話、3話、4話の3話に登場しているカナトが花束をもらっていないのはなぜかとなるので、そうなるとカナトの再登場はまあまあ期待できるんじゃないかなというふうに思っております。で、今回脱落となった大地ですが、今回のね、仮面ライダーウェブをざーっと見てみても花束を持っている写真はなし。ということは再々登場の可能性はかなり高いんじゃないかなというふうにね、思うわけなんですよね。で、今回大地の ID コアは最終的にアルキメデルの元に行ってしまったということはですね、大地が次出てくる時はジャマトになった大地が正真正銘の敵として登場すると思います。その名もキングジャマト。これまでね、このキングジャマトとクイーンジャマトの考察については何回かやってきたわけなんですけれども、その中でですね、キングジャマトになるのは道長なんちゃうかなっていう話をねさせていただいてはいたんですけれども、まあ前回前々回ぐらいからですね、この道長のジャマト化が止まったというか、ジャマト化がなくなった状態になっているので、まあこの時点からもう道長がキングジャマトになる道っていうのはほぼゼロに近くなってきたんじゃないかなと思った時に、今回ね35話のラストでID コアがアルキメデルの方に渡ってしまう展開があったので、そうなるとやっぱりこのキングジャマトとクイーンジャマトっていうのはまあ間違いなく登場してくると思うんですけれども、じゃあそれが誰なんかってなった時に、あの道中が抜けたことでね、可能性がなくなったんじゃないかなというふうに思ったわけなんですけれど、この大地の可能性が一気にドンと上がってきたように思います。今回脱落して再々登場する可能性を残している大地が現場に戻ってくるとなると、まあこれぐらいのね大役を与えられるんじゃないかなと思います。ネオンの嘘。今回また大嘘つきをかましました大地なんですが、その裏に隠れてネオンも大嘘をかましてたんじゃないかなと僕は思っています。それがこのシーンです。少なくとも私たちは味方同士だから、デザグラを存続させるためならサラさんがデザ神になってくれればいい、私はそう思っているから。これはですね、大嘘です。例えばですね、今回のデザロアのルールがこれまでと同じならネオンはね本心を言っていると取れるわけなんですけれども、今回のルールはゲームに敗北した者は二度と仮面ライダーにはなれない、つまり永遠に理想の世界は叶うことはない、なんですよね。今回ネオンが言うようにサラがデザ神になっても、その前にネオンはね敗北をしていることになるから、もうその後に仮面ライダーになれることはないんですよね。今回のネオンの願いは世界中がクラマネオンを知らない世界というのはですね、叶えられない願いになってしまうということになるんですよね。なので次のデザグラで頑張ろうというのが今回に限っては無理なんですよね。ネオンは自分の願いのためなら積極的に行動することがデザスター編を見ても分かりますよね。今回のルール上、今の参加者には事実上デザ神になれるラストチャンスとも取れます。まあサラのね今回の願いが何なのかっていうのが分からないから何とも言えないんですけども、例えばサラが今回の願いは、まあ、前借りとして K は復活をさせたのであれば、サラが勝ったからといって次につながるものではないじゃないですか。そしてその裏では運営側は撤収の準備を進めている。五条編のね最後の最後でネオンが手のひらを返す展開はありえるんじゃないでしょうか。その結果ネオンはデザ神にはなれないといったパターンはね結構ありそうな感じがするんですよね。そして今回の五条編が終われば最終章に突入というふうになると思いますが、デザグラが撤収するならこのメインの4人はこっそりついていって、未来なのか過去なのか、はたまた違う世界線なのか、まあわからないんですけれども、現代ではない場所で戦いを繰り広げるんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。そしてスパイダーマンノーウェイホームで違う世界線のね歴代のスパイダーマンが集結したように、前世のエースが集結する展開とか見てみたくないですか。歴代のエースたちの悲願を浮世エース一人が果たすよりも、歴代のエースの力を集結させてデザグラを打ち滅ぼす展開、これねなかなか熱そうな感じがするんですよね。もう終わりがね近づいている仮面ライダーギーツですが、
どんな終わりを迎えるのか。まあね、終わってほしくない気持ちはね結構あるわけなんですけれども、そろそろそんな展開も考えていけたらなと思います。それと同時にもう気づけば5月も中旬に差し掛かっております。でおそらく今月末か6月頭に次のね仮面ライダーのタイトルというのが商標登録の方で分かってくるかなと思いますし、おそらくね今のこの時期ぐらいに次期仮面ライダーのねオーディションが行われてるかなというふうに思うので、そろそろね次回の仮面ライダーの主役の俳優さんをね予想するあのコーナーをねやっていけたらなというふうに思っておりますので、皆様もぜひね注目の若手俳優さんであったりとかがいたらコメントで教えてくれたらなというふうに思っております。ということでね、今日はねこの辺で終わっておきましょうか。また次の動画でお会いしましょう。ほな。視聴者、ここまで見たのであればチャンネル登録高評価をしなければならない。昨日のねこのニヤニーのどうでもいい話のところで話させてもらったある企業のちょっとね YouTube チャンネルを手伝っているってことなんですけれども、おそらくね30代以上の方には刺さるような動画の内容にはなってると思うので、そのね動画もぜひこのねニヤニヤチャンネルと同じように楽しんでいただければなと思います。